おお、始まった始まったこんにちは、ゆうきです。こんにちは、萌乃です。初登場、初登場のアルバイトの萌乃ちゃんです。そうです、よろしくお願いしますすごくね、今始めながらちょっと恥ずかしいねって話を、そう俺も今一人でやってた時よりも恥ずかしい。うん、あの初めての YouTuber だから、うん、どこを見ていいか分かんない。そう、一応ね、ここがカメラですね。自分を見ると目線はちょっと外れるし、ここを見ると視聴者さんと目が合う。なるほど、視聴者さんだから視聴者さんに何か訴えるときはここを見る。あ、なるほど、了解了解了解。なんか甘えるなりおねだりするなりするときはここを見るっていうねそうですね、はい。で、実は萌ちゃんがね、はい、ちょっと最近ちょっと風とかで休んでたん で、 そうなんです。会うの2週間ぶりぐらい、ね、ぴったし2週間ぶりぐらいで、なので久しぶりです。久しぶりですお騒がせしました。そうそうそう、で会ってもう今10分ぐらいでこれ収録してるんで、はい、ほとんど最近の近況とか全然分かってなくて、はい、その間に俺も YouTube 勝手に始めたんです。そうそう、始まったわついに待ってられなかったかって感じで。ちなみにチャンネル登録ははしてないですね。してないんですね。そう、してないですね。なんか理由あるんですか。いや、率直につまんなかったいや、最初はね、挨拶だから。いや、俺もね、つまんないだろうなって思ってたけど、なんか飛ばすたびに日本ワインの、日本ワインのこの人どんだけ日本ワインのって言ってんだろう。めっちゃディスられてるけど、まあでもほら、最初はそのままだ。そうそうそう、それで、あ、面白くなってきたなと思ったらちゃんと登録はするつもりなんで、うん、だきっとね、多分この動画が一番面白いかもしれないそうそうそう、もしかしたらね一番最初だからね。わかんない、そのね、萌ちゃんを知ってるお客さんもこれ見てるだろうから。そう、見てくださいね。よく言ったって今思われてるかもしれない。あ、本当ですか。いや、絶対思ったと思いますよゆうきさん一人でどうもこんにちは、ゆうきですってなんか記者会見でも始まるのかみたいな謝罪動画みたいな、謝罪動画みたいな黒い私服のこの度はみたいな、そう、この度はって感じで、そう、それはちょっと感じてたし、うん、まあ、ある人からは直接 LINE が来て暗いよそうね、もっとなんかないのみたいな言われたけど、最初はなんかね、ちなみにさっきもう一個動画上げたんだけど、それはまだ見てないね。あ、見てないですね、さすがに。いや、だって4時過ぎだから。あ、見てないですね、うん、それはもう、それも面白くないって言われるかもしれないけどきっちり授業をやってますあ、授業やってるんですか。授業やってます。これちなみにこの、22、今日22です。今日2月の22の土曜日の5時過ぎぐらいから収録してるんですけど、その日の4時にアップした2つ目の動画が、はい、まさにその動画、あの、なんだっけ、授業、授業風の動画を上げてるんで。やるって言ってましたもんね、はい、うん、あの、もしさっきの萌ちゃんみたいな感想を持ってたらコメントに書いてください。そうですね、しっかり言ってください。皆さん何でも聞いてくれるのでそう、何でもいいですよ。はい、なんか顔がおじさんだなとかひげさっきもめっちゃいじられたしな。そう、ひげがちょっとなくなって。あ、そうなんですよ。なんか前はひげがない方がいいですよって言ったんですけど、うん、なんかいざなくなってみるとひげあった方がいいです。あ、本当ですか。そう、なんか、その休んでる期間になんか花粉症デビューしちゃったんですよ。で、その目が痛くなって、はい、長い髪が目に当たるのがうざくなって、もう切って、で、メガネってな、最近ずっとメガネやってたんですけど、そのついでになんか花粉症は体質改善をすると良くなるって聞いて、うん、え、そうなんですか。そう、なんか糖質制限とか、あとヨーグルトとか、そういうのをなんか取るといいって聞いたんで、これを機に糖質制限もちょっとしながらダイエットもしようと思って、はい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 、ってなった時にヒゲが俺の輪郭をごまかしてたんじゃないかなと思って。ああ、めちゃくちゃありえますね。そうで、剃ってみようと思って剃ったらやっぱり丸かっただだから急に髪切ったし、はい、まあ、今ねコンタクト収録のためにコンタクトしましたけど、うん、眼鏡だし、あ、もう営業中のメガネなんですか。昨日はそう、あ、うん、まあ、でも今日今調子良ければこのまま行くけど、メガネ嫌いなんで自分はね、うん、だからまあそんな感じでやってます、うんうん、そんな変化です、まあ、顔のかっこよさは全然本当にいやコンタクトの方がいいと思いますよ。あ、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、ちなみに、はい、まあこれ初めてだから、うん、あれだけど、こういうチャンネルにしていきたいみたいな気持ちあります。なんか、え、もう、いや、面白ければ何でもいいじゃないですかね。YouTube あたりとも面白いものが一番いいと思いますよ。そう、堅苦しいのはマジで NG だと思います。堅苦しいのは、誰かさんの一発目の動画みたいな。そうですね、記者会見みたいな。わ、うん、かった。気をつけます。
勇気ともします。多分2個目も NG 食らえそうだな。でじゃあちょっともうちょっと授業楽しくね、うん、そうですね、楽しく、まあ授業でもいいんだけど、うん、楽しい授業になるようなってことだよね。そうです。いやでもこうやってちゃんと意見を言ってくれる人がスタッフにいるっていうのはすごくありがたいことで、いつもね、はい、言ってくれるんで、はい、まあ僕も反抗する時ありますけど、はい、最初はほぼ反抗してきます。でもさーって、でもその後に、あ、確かになって言ってくれるって感じ。反抗してきます。そう、そんな感じでね、まあ、反抗というか自分の意見を言って、うん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 、それでまあって感じですね。そうね、だから自分のなりにを、なりにをってちょっとなりのそうそう、こういう思いがあってこうやってるっていうのを言うんだけど、うんうん、まあ後で萌えちゃんの話を振り返って、確かに、まあ、こういう風に修正するのもありやな、そうこういう感じになるっていう、うん、まあいい関係でですね、やれてるのかな、はい、うん、めちゃくちゃいい店長ですね、まあ、ありがとうございます。で去年の8月の8日に、まあ、オープンして、もう今ちょうど半年ぐらいですね。で今年の8月8日になれば、まあ、1周年になるわけなんだけど、ちなみに萌ちゃんはまだ19歳なの で、 そうです、お酒がまだ飲めないです。飲めません。なので、今年の誕生日迎えたらやっとお酒が飲めるんですけど、それがなんと8月9日で1周年の次の日なんです。そうなんです。でこれね、最近お客さんに聞いたんだけど、うん、法律上は8月9日生まれの人は、うん、次の年の8月8日に20歳なので、え、要は例えばさ、月曜日から始まって1週間終わるのって日曜日じゃん、はい、ん、それと一緒で、うん、8月8日から8月9日から始まった1年は8月8日で終わるじゃん、うん、あ、そうですね、そういう考え方らしくて、うんうんうん、8月8日にはもう20歳として飲めるんだって、法律的に、でこれ間違ってたらちょっとコメント欄ください。あの、一応僕がお客さんから聞いた話だとそうらしくて、もしそうだとしたら、うん、ちょうどうちの1周年の期に20歳になる、うん、一緒に飲めるってことですね。そうなんです。なるほど、それもすごくない、うん、それもすごいですね。いやもうそれはもう本当にめちゃくちゃ嬉しい。そう、それをね、伝えようと思ってたんだけど、うんうん、風邪ひいてたから全然伝えられないっていう2週間、うん、ずっと我慢してたんですね。そうなんですよ。やっと言える、やっと言える。あ、でも今言うより動画の中で言おうみたいな、うん、あ、なるほど。そうだからまあ、じゃあ全然無理して、まあ、まあ言いますけど、うん、もう1時2時とかまでそのベロベロでやっと12時だーってそっから飲み始める、うん、だと遅いじゃないですか、うん、あ、ちょっとね、私のまかないのご飯が炊けました。今日のまかないは鶏鍋です。まあこの鶏鍋がね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。皆さんもぜひ来てください。丸の日に食べれますんで、このね、鶏鍋ね、本当に美味しいのよ。あっさりしてね、さっぱりしててね、本当に来てください。ワインだけじゃないんで、あのご飯メインだけでもいいですよ本当に。でワインだけじゃなくて飲み物も普通にあるので、それだけでも来てください。あ、ブドウジュースもめちゃくちゃあって、あのなんかでこれ勝手に飲みたいなってくらいなんか美味しそうなブドウジュースあるので、本当にもう本当に未成年でも来てください。全然5時からもやってるんで。よくできたアルバイトだな。あ、でしょ。だってさ、今のところ別に編集でカットしてもいいのに、場をつなぎつつ丸の日の宣伝までするってもうすごいね。ちなみにこれ打ち合わせゼロでやってるんで。そう、ゼロです。ゼロ、ね、さっき自己紹介の仕方までやってない。さっき久しぶりに来て、じゃあ撮ろっかみたいな。そうそうそう、今ってそうそうそう始まって、そう、なんか新鮮な、ね、時に撮った方が面白い動画になるから。そうそうそう、なんかね、やっぱり普段一緒に働いてるけど、うん、まあお客さんいない時とかはまあね、べちゃべちゃ喋ったりもしてるけど、なかなかこのね、あれ話そうこれ話そうって思って話す話って意外となかったりするから、うん、これが逆にいい機会になるのかもしれない、ね、ですね、うん、いつも本当に擬音語とかで喋ったりしてるから、うん、ウェーイみたいな、えウェーイ、そうだね、ふざけてそうだね。だからなんかトークテーマを決めて話すとかでもいいし、うん、なんか実は今日私にちょっと話させてもらっていいですかって言われてもいいし、今日俺の話聞いてもらっていいとか、うん、お互いにそういうのやってもいいなと思うし、なんかゆるく楽しく、うん、もしかしたら日本ワインのことはほぼ言ってないかもしれない。あ、そう、ここはいいと思う。あ、いいと思う。なんかお店の雰囲気と俺らの人となりが分かって、うん、でなんかまあある意味さ、この店のファンになってくれた方はこれを楽しみに見てくれるかもしれないし、
逆にこれを見てなんかよう喋る2人が店やってんなベタベタ喋ってんなって思った人が来てくれるかもしれないし、ね、なんかそんな緩いだここではなんか日本ワインは実はこうでああでとかじゃなくて、うん、その緩急でいいと思ってて、うん、こっちは緩く、うん、楽しく、うん、あっちはちょっと真面目に、うんまあ、ちょっと楽しく頑張りますけどどうします再生回数がそうねいや全然ありえるよだからこっちが良くてチャンネル登録者数が伸びたりとかしたらそれはそれで、うん、ほらその中でちょっと見てるかもしれないなぐらいの人があっちを見てくれるかもしれないじゃんそう、ねうん、そうあっちがメインじゃなくてこっちが全然メインでもいいし、うんそれは見る人が決めてくれればいいなと思ってるんで、うん、だ理想は週に2、3本当は上げていきたいんだけど、うん、これと、うん、あれその授業風とあともう一個ぐらいなんか違うことやってもいいかなと思ってるんだけど、まあ、動画がちょっと慣れるまでは週1かよくて週2でアップしようかなと思ってるんで、うん、その辺もちょっとねあの無理のない範囲でやっていきたいと思ってるんで、今後ともよろしくお願いしますよろしくお願いしますあとなんか言ってくることある皆さん来てくださいねあとじゃああれだあれほら YouTuber が最後に言うやつ何知らないあチャンネル登録お願いしますそんな感じでチャンネル登録お願いしますなんですよ萌ちゃん言ってるんでお願いしますそうです来てねまあチャンネル登録より私は店に来てください両方お願いするうん、チャンネル登録はあそうあの難しく考えてる人が結構多くて、うん、Google のメールのアカウントを持ってる人は誰でもできるログインしてピッて押すだけだから、うん、タラだから、うんね、ほんとピッて押すだけだから来るのはさ、うん、ほらお金もかかるし時間もかかるからそう、ねまあ、来てほしいけど、うんそれはまあ、応援のつもりとして押してくれるのも応援してください本当に、うん、ちなみに月内チャンネル登録者数100、うん年内1000を目指してるんではい1000に行ったら臨時ボーナス出ますってわそれを皆さんもう押しましょうプッシュプッシュですプッシュプッシュもう知らなくてもプッシュしましょう大学生たりともお金がないんですよ本当に皆さんポチッとしてくださいもうポチッとしたでしょもうポチッとまだした私はしてないですねあそうあなたはちゃんとしてくださいしますね、まあ、今お願いする側がしないとよくわかんないからねします私もします、はい、臨時ボーナスのためならします、はい、ちょっと、まあ、まあいいやそれでも、うんうん、まあ面白いと思ったらしてくださいそうですね、はい、よろしくお願いしますじゃあまたお会いしましょうまたさよならバイバイ